あえてこう DM を難しく作らないで、アート的、そうギャラリーに着慣れてる人が、はい、好きなような感じじゃなくて、はい、誰でもに伝わるような、あーそうですね、DM、だから今回かなりメルヘンな DM なんですけれども、はいはい、そういう風な感じで心がけてます、はい、それをスタッフにもこういう風にデザインしようって、はい、で展覧会もなんか子供から大人から、はい、ギャラリーにあんまり美術館までしか行ったことない人から、はい、みんながなんかアートに興味を持てるよう なんかそういう風な空間にはしたいなって。そうですね、いつもそれは、うん、まあ、いつもこうテーマが先だったり先に作品ができたりいろいろするんですけれども、ちょっとアトリエの諸事情がありまして、今回はちょっと水彩があってか制作スペースが本当にちっちゃいとこしかなくて、大きい作品は無理だなって思ってた時に、あ、そうだって、昔ずっと水彩画で描いてたので、しばらく水彩画から離れたんですね。なので水彩画をちょっと久しぶりに皆さんにお見せできないかなと思って、水彩画をお送りしようと思って、この後ろにバッと飾ってるんですけれども、これが今回の新作なんですけれども、それと前回のプチビンの森、それと QVC テレビの作品なんですけれども、ジュエリーのアートで使ったものなんですけれども、それをお客様が見たいっていうお声があったので、それをなんか会場に入れようかなと思いました。そしたらなんかやっぱり久しぶりの水彩画だったので、なんかあ、こういうのも描きたいな、ああいうのも描きたいなって、どん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 なんかアイデアみたいなのが出てきて、あと水彩画の技法で試してみたい技法とか、昔できなかった技法とか、水彩って技法的にもすごく単純なんですけれども、奥が深いというか、なんか水墨の技法とか水彩の技法とか、またアクリル画の技法でやったのを紙の上でやってみようかなとか、そういう感じでどん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 なんかやりたいことが出てきて、気がついたら23点、そうなんです、23点も新作ができたんですね。それで23点の水彩画の新作とプチビーとキューブシーの作品と合わせて展示作品だけでも33点、その33点に合わせてドローイングもあっていろいろ含めると結局50点近くになって、その50点近くを一つの空間にどういうふうに展示するのかっていうのを、中でも展示の中でちょっと大変だったなと思うのは、 QVC の作品ってテレビ用に作ってるって言っても過言じゃないんですね。もちろん私が描いたんですけれども、色目が
テレビスタジオだとかなりライトで色が飛んじゃうので、他の作品より薄かったらこう色が飛んじゃうということで、テレビの作品をちょっと色を濃く描いてるんですね。なので今回の水彩画の作品と同じ空間に並べた時に、なんかすごく違和感があって、なんか地球節の作品だけすごく目立つので、これをどこに飾ろうかと。で、お給付しをご覧になったお客様が結構来られて、テレビの作品どれですかっておっしゃってくださるので、どういうふうに飾ったら他の作品と喧嘩せずにいいかなって思ったんですね。その時に、あ、そう、じゃあ奥にちらっと見えるような形で覗いたら作品が見えるよっていうような感じで飾ったのが、水彩画は動物の毛を使って、はい、アクリル画って、まあ、ちょっと専門的な話なんですけど、アルカリがすごい強いんですよ、はい、で動物の毛を使うとかなり痛んでバサバサになるので、ナイロン系の筆を使うんですけども、はい、結構ナイロン系の筆のタッチと動物の筆のタッチって私たちは分かるんですけど、お客さんが分かってるとは思いませんでした。あ、そうですか。なんかすごいですよ。なんか自分よりもいつも応援してくれてるファンの人の方が詳しい時がある。あ、まあ、よく見てらっしゃるんでしょうね。水彩画は水彩画ですごく緊張をするんですよ、はい、もうなんか失敗を許されないというか、はい、一発勝負みたいなところがあって、はい、だからこうエスキースドローングって今回たくさんあるんですけども、そのエスキースを何枚も何枚も描いて、それでよしってなってから、はい、一気に描き上げるみたいなところがあって、あ、でまず制作時間が全く違って、はい、通常いつものキャンバスですとやっぱり1ヶ月とか半月とかかかるんですけど、はい、水彩画は長くても1週間なんですね。あ、1枚の絵の中でそうたくさんの感情を出すには、はい、すごく人間って笑ってる時にも実はもしかしたらすごい裏で悲しいことがあるかもしれない、はい、でもそれを頑張って笑ってるとか、はい、そういう人ってたくさんあると思うんですけど、はい、そういう部分でだから半分隠すとすごく辛そうに見えるけど半分が笑顔とか、まあ、そのでもはっきりそれを分けてしまうと一つの絵としておかしくなるので、1枚としても成立するけれども半分ずつなんか違う表情をつければなっていうのを常に思ってて、だから左右対称の絵を作りたくないなって思ってます。
昔だからもう1ヶ月に1回展覧会を切っていたんですよ。へえ。なので新しい技法を自分で作り出したりとか、はい、じっくり何かをする時間っていうのがなくて、はい、特に百貨店で働いてたので、はい、百貨店っていうのはやっぱりその依頼があった時にこの、その私のどっちかっていうと昔の淡い可愛らしい感じのイメージを求められるので、はい、新しいなんかこう現代社会にもっと突っ込むところを描きたいと思っても、はい、それを許されない部分があって、ね、挑戦できない部分があったんですけど、はい、せっかくこう時間ができたので、はい、自分なりに画法も、はい、テーマもやっぱりもっと掘り下げて、はい、やっぱりなんかこのまま描き続けてても、はい、自分でもう限界が来るんじゃないかなとか思ったんです。子供ってすごい世の中を投影してると思うんです、はい、だからすごく思うのはなんか虐待とかいじめとか体罰とかその孤立社会とかそういうなんかいろんな問題が世の中であると思うんですけれども全部バラバラに見えてどっかでつながってるんじゃないかなって、そういうのを何か子供を使ってその今の世の中の何かものとかを表現できたらなっていうのを思ってるんですけど、まだまだやっぱり、うん、もっともっとやっぱ自分を突き詰めて、はい、世の中を突き詰めて自分がその与えられたテレビとかの情報とか新聞のニュースではなくて自分の心はどう感じてるのかなっていう自分の感性を試すみたいなことをもっと突き詰めてやっていって、はい、今後やっぱ作品を展開していきたいなと、うん、次は
ということで、今最終日の、閉廊時間が終わって、もうお客様がちょ最後のお客様が帰られた会場なんですけれども、今から搬出に入る前に、皆さんにご挨拶しています。2013年ピルスコシネル、この個展もたくさんの方に本当においでいただきました。昨年よりもまだたくさんの方においでいただきまして、今回も全国から本当に全国から皆さんが駆けつけていただいて、本当に私自身すごい感動しました。ありがとうございました。今回前回プチピーの森にお越しいただいた方で、ご病気で来たくても来れない方がいらっしゃるんですけれども、私すごくびっくりして、私の個展にやっぱり来てもらって作品に何か共感してもらったっていうのは、私自身にとってもどうか、なんか家族のような、なんかそんな、初めてここでお会いしてるのにそんな感じじゃないような、そんな画集にもなったプチビーの森で初めてお会いして、ご縁があって紹介で来ていただいた方なんですけど、今ご病気でどうなのかなって、今回すごく楽しみにしてくれたのにご病気で来ることができなくて、ご回復を心から祈っています。それ以外にも、なんか昔から応援してくれてる方でも来たくても来ることができない、そういう方もいらっしゃるんですね。そういう方のためにこうやって動画を作ってお届けしています。個展に今回来ることができなかった方には、この動画でちょっとでもフィルスコシネルのこの個展を感じていただけたらありがたいなって思っています。もう本当になんかちょっとまとまりのない、ご挨拶になりますけれども、混み合った時間に来られたお客様でなかなかちゃんとご挨拶できなかった方もいらっしゃいます。それから今回平日に私画廊にいなかった時間があって、私のいない時に、お目にかかれなかった方、この場を借りて本当にありがとうございました。皆さんのおかげでこうやってまた今年も、作品展ができたこと、個展を開けたこと、本当に心から感謝しています。これからもまたもっと今よりいい作品をどんどん描いて、なんか皆さんの心のどこかに残るような、そんな作品を描いていきます。ありがとうございます。搬出が終わりました。さっきとは打って変わって何もない柄になりました。ここに実は物があったんですということで、たくさんの方にお礼いただきましてありがとうございました。また皆さんとお目にかかることを楽しみにお待ちしています。お元気でいてください。ありがとうございました。さよなら、りゅうくん、さよなら。ありがとうございました。